ですよ。あのじゃんけんで残った方、実は楽屋にもう色紙が残り1枚しかなかったんで、それで今スタッフが走って、その大丸の文房具の売ってるところどっかに走って、まあ、もう終わったら待ってください。 あなたなのはそう、あのお二方、女性の方、男性の方とはいいです、3人でも4人でも廊下でお待ちください。どっちに、どっち差し上げましょう。はい、秘書って書きました。秘書単筆ですよね。なかなかこの賞はないです。はい、10円いただきます。あ、ちょ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 、買っちゃうよね。あなたそう違った、買ったんだよね。じゃああなたにしましょう。あとの方は忘れずにどうぞ廊下に来てください。米国通帳を持って知ってますか、米国通帳なんてね。はい、知らない知らない。犯行実印持ってきてください。それじゃあこの若い未来の天才たちが一緒に歌ってくれるそうです。一番小さい組は 何歳かな、手を挙げて。何歳でございましょうか。7歳でございましょうか。はい、わかりました。お嬢ちゃんは何歳かな。6歳です。6歳でございます。6歳です。9歳です。やがてあと10年もすればもう選挙権を取るような、日本のこの18歳からの、若い人たちの選挙権が与えられました。まあ、その頃に戦争が起きないことを祈ります。人間オギャーと生まれて、貧富の差に関係なく、職業の規制に関係なく、誰も等しく持つことができるのは、希望することができるのは夢であり、平和を持つことです。平和な社会にすることです。この頃の将来のためにも、実は沢木と僕とで作りました私の願いという、この歌をみんなと一緒に歌いたいと思います。お手伝いしてくださいましゅうか。はい、お願いいたしましゅう。それじゃあ行くぞ。 Here we go! どうぞ。人は誰も幸せを求めて生きている。愛と優しさ、ぬくもりを探し続けている。それなのにどうして人は戦うのだ。それなのにどうして人は殺し合うのだ。相手の幸せ考えれば争いは起きはしない。相手の立場を考えれば争いは起きはしない。それを止めるのは私たち。
力だと思えばどうぞ一つあの皆さん応援をしてあげていただきたいと思います。またこういう願いはまた来年もさせていただきたいと思っておりますけど、あのその時にはまたお運びくださいますようにお気をつけて帰路に着かれますことを心から祈っております。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。